はいどうもこんにちは、フィギュア大好きといかんです。はい、今回もですねハイクオリティなフィギュアを次々と輩出するあのメーカー渋谷スクランブルフィギュアさんよりこちらのフィギュアのご紹介です。ソードアートオンラインアリステーションよりユージオ白スーツバージョンでございます。はい、なんと今回はですねトイカンチャンネルでは珍しいメンズキャラのフィギュアでございます。しかも今回のこのユージオは特別なフィギュアなんですね。というのもですねアベマ TV の特別企画 SAO みんなのフィギュアで堂々1位を獲得したのがこのユージオなんですね。僕も知らなかったんですけどユージオというのは原作の頃から人気が高かったようで今回も他の人気キャラを差し置いての1位ということで、まあユージオファンは今回のフィギュア化を涙を流して喜んでいるのではないでしょうか。こちらスケールは7分の1となっておりまして気になる販売価格が税込みの 18,150 円。安いそうです、シブスクさんといえばハイクオリティなのですが価格もちょっとお高くなると。しかし今回はね金型仕様が少なかったということでこの金額で収まったということなのです。なので今回このユージオを買わない選択肢がなくなってしまったのですではその買うしかないという理由をねこれからじっくりと見ていきましょう。ちなみに今回も撮影したのはデコマスです。デコレーションマスター。これは製品版の見本となるフィギュアです。工場ではね、これをサンプルとして量産品を作るわけですね。で、まずユージオの髪の毛は亜麻色。この亜麻色が一つのトレードマークにもなっているのですが、フィギュアの造形、塗装もね、見事です。髪の毛にきちんとね、立体感があるのがわかりますかね。この前髪の膨らみ感わかりますか？これ横から見るとふっくらと盛り上がっているのがわかります。こういった造形がユージオの柔らかさも表現されているようで見事なんですよ。塗装も際の部分が濃くなるようなエアブラシの吹き加減。ここにも立体感が出るような工夫が施されています。そして顔です。はい、ユージオファン歓喜ですこれはもうアニメからそのまま飛び出てきたような再現度。見てください、このとろけるような笑顔。瞳の色はグリーンでこれもユージオの特徴の一つ。深みのある綺麗なプリントになっています。口を広げたこの優しい笑顔にね本当に癒されますよね。そして今回フィギュアのタイトルにもなっている白スーツ、手にはブーケを持っていてまるでね結婚式のような、まるで花婿のようなシチュエーションにも見えますよね。これは何かのお祝いなんでしょうかね。そしてネクタイやシャツなどはこれもユージオカラーのブルーを使用しています。この青がこの白スーツの色に入るんですよ。爽やかです。ネクタイなんかもふっくらとね立体感が出ています。で右手には例の青バラの剣を捨てて青バラそのものバラの花束を持っています。青以外にも黄色いバラとかあとは緑の葉っぱなんかも入っているので色の厚みもあります。リボンも青、このリボンがなびく感じもいいですね。スーツも白一色ではあるのですがしっかりとグレーがかったシャドウがシワの部分とかに吹かれているので立体感が出ています。いやーにしても白スーツかっこいいですね。うん、スラックスがね男らしいですね。で靴もピカピカの白です。これよーく見るとね靴底との間に光沢のあるブルーのラインが入っているんですよ。ここら辺にハイクオリティへのこだわりが見えますよね。で台座には青い花びらが散りばめられています。これはプリントではなくて一つ一つの花びらを台座の上に置くようになっています。要は自由に置いていいということですね。ここら辺も面白いですよね。あと個人的になのですがこの手、男性のしっかりした手の造形も女性には胸キュンものではないでしょうか。これもねフィギュアの醍醐味といったところですよね。はい、ということでユージオ白スーツバージョンのデコマスレビューは以上となります。爽やかでかっこいい、これぞユージオの決定版と言っていいのではないでしょうか。というかねスケールでユージオのフィギュアはもう出ないかもしれないですけれどもね。で、こんなかっこいいユージオのフィギュアが現在予約受付中でございます。今回も期間限定販売となっておりまして、受注期間予約受付は4月3日までとなっております。
この期間を過ぎたら即プレネになると予想されますので、欲しい方は必ず予約をしていただきますようよろしくお願いいたします。しかもですね、こちら購入特典としてスマホをかざすと見れる AR スペシャルモーションというものがついてきます。これは何でもフィギュアをスマホをかざしてみると青いバラの花びらが舞って見えるんだって。なかなか面白いですよねこれ。さらにまだあります。公式サイトで予約していただいた方には B5 サイズのイラストカードも付くとのこと。これはフィギュアの元デザインになったやつですね。これはね、個人的にはアクリルのフォトフレームとかに入れて飾るといいんですよ。それをフィギュアと一緒に飾るとパーフェクトです。そう考えるとね、めちゃくちゃ欲しくなるでしょうしかもこの特典がついて価格は税込みの 18,150円です。ユージオに癒されたい方はぜひねご予約くださいませ。仕事終わりにこのフィギュアを眺めれば疲れもいっぺんに吹っ飛びますよ。ただし受注期間は4月の3日までとなっておりますので、予約し忘れのないようにご注意ください。もうこれ欲しい方はね、今すぐにも予約してください。毎回予約し忘れたという方がいらっしゃいますのでね、後で予約しようと思うとね忘れるんですよね。予約先のリンクは下の説明欄に貼ってありますので、そちらから飛んでいってください。よろしくお願いいたします。ということで今回は渋谷スクランブルフィギュアさんのユージオ白スーツバージョンのご紹介でした。ではではフィギュア大好きトイカンでした。またねー。